ロイペプチンはシステイン、セリン、スレオニンペプチダーゼを阻害することができる天然のプロテアーゼ阻害剤である。N アセチルエルロイシルエルロイシルエル、アーゲネナルとしても知られている。ロイペプチンは特定の酵素反応を研究する際のインビトロ実験においてしばしば使用される。これらの研究のために細胞を溶解させたときプロテアーゼが放出される。 これらのプロテアーゼが、溶解液中に自由に存在した場合、研究している反応の生成物を破壊してしまい、実験は解釈不能となる。例えば、ロイペプチンはカルバインの抽出において、カルバインが特定のプロテアーゼによって、加水分解されるのを阻害するため使用することができる。水晶濃度は1から 10m である。ロイペプチンは、放線菌によって生産される。 有機化合物である。ロイペプチンは、セリンプロテアーゼ、システインプロテアーゼを阻害する。アルファ・キモトリプシンはあるいはトロンビンは阻害しない。ロイペプチンは、競合的性異状態阻害剤であり、過剰な気質によって、その阻害作用は軽減される。ロイペプチンは水、エタノール、酢酸、DMF に可用である。ロイペプチンは、中耳並びに、内耳感染に対して、 局所的に投与される。トリプシン結合ポケット中のロイペプチンの結晶構造。水素結合は黄色の破線で示されている。ありがとうございます。